トミウリス女王ピーテル・パウル・ルーベンス作トミュリスは、紀元前530年頃の人物で、中央アジアのカスピ海東岸に勢力を有していた、マッサゲタ遺族の女王である。ペルシア語では、と記される。トミウリスとその息子で、マッサゲタ遺族の軍隊の長であったスパルガピセスの名前はイランに起源を持つものである。しかし、トミュリスを最初に書いた歴史家がギリシア人であったため、 それ以来、トミュリスの名前は、ギリシア風に呼ぶことが多い。その最初の歴史家であるヘロドトスは、自著歴史でトミュリスに関して、マッサゲタエ族の国を侵略した、アケメネスアサペルシアの王をキュロス2世率いる、ペルシア軍を破り、キュロスを殺害したと記している。なお、ヘロドトスは、トミュリスの生きた時代から100年後の人物である。トミュリスについての歴史は、伝説となり、 ヘロドトスより、さらに後世のギリシア・ローマの文筆家であるストラボンや、ポリュアイノス、カッシオドルス、ヨルダネスラモトミュリスについて記している。ヘロドトスによると、ペルシアはマッサゲ大族との初めの戦いに敗れたため、キュロス自らが滅ぼしたリュディア王国の最後の王であり、進化としたクロイソスの検索を受け入れて、貧しかったマッサゲ体族を誘惑するために豪華な食事と、 良い気を起こすハシシとメス馬のミルクを戦場に置いて、これを飲ませるように仕組んだ。それに見事にはまった、マッサゲゲ隊軍が酔っ払ったところを、ペルシア軍は、一方的に虐殺、スパルガビセスを捕虜とした。後に、スパルガビセスはそれを恥じて自殺して果てた。ペルシアの騙し打ちとスパルガビセスの死を知ったトミュリスは、キュロスに対して、戦闘を仕掛け、激しい戦いの後に、 マッサゲ大軍はペルシア軍を打ち負かして、この戦いでキュロスは戦死した。キュロスの遺体を見つけたトミュリスはキュロスの首を落として、次のように語った。なお、トミュリスのイズは、ピーテル・パウル・ルーベンスやキュスターブ・モローなどの西洋の画家や芸術家たちの題材ともなった。ありがとうございます。